さて、それではつい先ほど初配信を終えたアイドルマネージャーなんですけども、面白くて、配信で2時間やって、その後また2時間ぐらいやってしまいました。やっぱ人の人生を左右できるゲームっていいですよね。そしてなんと今年のアイドルアワードの準備を進めましょうということで、最優秀新人アイドルに笹姉が選ばれました。スタミナ7しかないです。これマックス100ですからね、10じゃなくて。もう国士に次ぐ国士、もう本当にいつ休んでんやろうっていうぐらい、笹姉だけが全ての、番組等を出てですね、仕事をし続けた結果、一人だけめちゃくちゃ育って、星3まで行きましたね。これすごいんですよ。結構レアなアイドルとかも他に出てきたんですけど、笹姉よりもはるかにレアなアイドルよりも、ポイント高いです。で、受賞時のスピーチは誰に感謝させようって、こんなことが選べるんですって。ここでスタッフとか藤本他のメンバー任せる自分もあるんですけど、もうちょっと笹姉に任せてみようかなと、そして今ちょっと出てしまいました。笹姉卒業するらしいです。突然言い出して、で、なんか止めるコマンドがあったんですけど、止めるを押しても、もう決めたことなんでって言われて、23歳で卒業すると。会社が潰れます。このままではやばい。給料17万、満足度 157%。なんで辞めんねやろ、ほんまに。番組1本しかないやん。そうか。これは本当に痛い。めちゃくちゃ困る。そしてこの子いついたのかわからないですけどもね、で18歳待機中、待機中でしょう。基本ね、笹姉以外誰も働いてないんですよね、この会社。困った。ちょっと、笹姉の記録を振り返っていきたいと思います。寝る時にホワイトノイズを流していると。父親が少年漫画誌の編集者であると。ステータスキュート 87%、 クール21かな。で、セクシー25、ガーリー68、ダンス、ボーカル、ボーカルがマックスまで育ったのか。まあ、これはね、わかるんです。ササネのボーカルがマックスまで。これ何？スタイリングを解放するには、スタイリストと衣装室が、あ、変えれんねや、見た目。オレンジの T シャツやめてあげたらよかった。ちゃんとした格好にしてあげれば。さすが笹姉です。女性人気の方が上回っております。58%、4645人、男性339人、合計8014人ということでね。まあ、僕は2万8000人ですけど、笹姉よくやったなと。ライト層マニア、マニアに 91%。この辺はなんかわからんではないな。マニアに 91% の受けがいいと。で、まあ、圧倒的大人に受けるということですね。あ、でも平均的か。すごいね。で、仕事がですね、参加シングルの方、恥知らずという、一番最初にうちの事務所から出た CD ですね、メンバーに入っておりません。で、その次、倒産ギリギリに発売した倒産という CD でセンターを務めております。で、その後、ずっと赤字という CD でもセンター。日の車でもセンター。誰か売れてくれてセンター。名前だけにも覚えて帰ってくださいでセンターですね。いっぱいお金を借りました。これは、現在制作中です。というのも、笹根の引退に合わせて、卒業に合わせて、笹根は酷使しすぎたっていうセンターの曲を、これはね、希望通りにしました。なんか、この子の希望がなんか、恋愛をテーマにしたキュートな踊りでやりたいですみたいな、なんかいろいろ言ったんですけど、まあまあもう笹姉の会社ですから、用意してた曲を一回飛ばして今回出したと。めっちゃ売れましたね。ここまでの、CD は500枚売れてないぐらい。名前だけでも覚えて帰ってくださいが800ぐらい売れたんかな。笹姉は酷使しすぎたが1万6千ぐらい売れたのかな。やっぱちょっとセンターであってほしかったっていうところ。いや、23位はまだいけるでしょうよ。なんとか交渉できないかなと思って、時々こう部屋に呼んで話し合ってるんですけど、まあ冷たい態度。
なかなか厳しいのかなと。ただそんな中、問題が一つありました。粘り腰さんですね。私が使い続けているうちのエース、全く能力はないんですけども、ただ名前がおもろいからっていうことで、特にね、特殊能力ですね。どこにあったかな、粘り腰という特殊能力があって、スタミナが50ポイントを下回ると行動しても 30% の確率でスタミナを消費しないっていう、もうむちゃくちゃなスキルを持ってるので、これはもう下柳みたいなもんですよ。久保田下柳みたいな、ところなので、こう粘り腰さんを使い続けてるんですけど、粘り腰さん、この間誕生日会がありました。誰も来なかったんですよね。孤立している状態、粘り腰。そして、笹根引退ということで卒業になったので、慌てまして、めちゃくちゃ慌てまして、オーディションのこのブロックってめちゃくちゃお金かかるやつ、これもお金借り入れして、無理くりここで、狙いに行きました。シルバー1人確定、シルバー 10% ゴールド 4% プラチナ 0.5% というところで、なんと、0.5% を引きました。たった1回で。つまりうちのチームにエースが誕生したと。新たなるエース、この方、中川ですね。圧倒的です。クール 97%、 セクシー 95%、 ガーリー 95%、 ダンス 71%、 ボーカル 99%、 ユーマ 57%、 スマート 97% ということで、もう育てなくていいやつが入ってきたと。これも本当にすごい。ただもうさっきも話しましたけど、この人で星1なんですよ。ほら、星1。だこの3倍の成果を笹根が上げてきたと。ただ酷使しすぎたなとは思ってます。確かに、いや、きついでね。採用も分かってなかったんですよ。新人をずっと検索してて、プロとかエキスパートっていうのもあったのに、まあね、今ちょっとお金が怖いので、借り入れに次ぐ借り入れで、今ここにお金はたくさんあるんですが、果たしていくら持ってるのかはもうわからない、すごい借金の量になってる。シングルで、あとテレビ番組の方も紹介させてもらおうかな。これが今ちょっと準備中なんですけど、少しずつ年を取りますっていうね。テレビ番組自体あんまりやってないんですけども、お金がかかるので多分初めてかな。こちらをうちの3トップですね、中川さん、笹根、粘り腰の3人でゲームを紹介する配信をやろうかなと思ってます。そしてなかなか成果を上げてくれたのがこちらですね。粘り腰の耐えろっていうインターネット番組がですね、収益がすごいね。20万円、利益そんなに、一週間に4万3000稼いでるの？すごいな。これ、インターネット番組なんですけど、粘り腰さんが一人でやってます。これ。試しに粘り腰一本でってやってみたんですけど、うまくいったね。で、こちらが、これ全員でやってんのかな？インターネット番組ですね。いくら借りてるかわからないって。これが全員で6万6000ですよ。粘り腰一人で4万3000ですよ。粘り腰すごいな。で、ラジオ放送、こちらも全員ですね。全員でやって7万4000円と。基本ラジオとインターネットしかやってこなかったですね。これも破産まで配信というのがあって、これはでもメンバーがいたはずなんですけどね。これ、粘り腰、井端、中川になってるんですけど、実はこれ笹根入ってたんですけど、もうちょっとあまりにも酷使しすぎたんで、インターネット放送からもう引退させて、できるだけ仕事量減らしたんですが、もう間に合わなかったね。いや、悔しい。本当に、あと53日で笹根がいなくなるのかと思うと、服装とかだけでも変えてやるか。いや、でもこれちょっと分からへんからな。スタイリストとか雇うの嫌やしな。衣装室とかね、こうコスト、あ、このフロアはテナント料かかりませんって。50万円？衣装、事務所。衣装だけできるんかな？劇場とか、なんか増えてる？
これ言っとくか。で、スタイリストを雇うの？スタイリストって何？あ、こいつか。プロ。うわ、1週間で5万6千円かかるんや。クール、セクシー、キュートガーリー。でもあの人確かキュートガーリーがいいんじゃなかったっけ？キュートがマックス、キュートガーリーですね。なんだキュートガーリーって。いやでもこのために衣装室を置くのはまあまあもうでもいいか、どうせ破産するし、キュートガーリープロのスタイリストさんを、あ、指導レベルか。指導レベル別にいらんな。一旦2万にさせてもらおうかな。キュートガーリー、久々に人を雇いました。キズカ、いいですね。変速モーションの人ですね。これで、もう変えれる。3種類、2種類しかない。え、あの人のせい？あのおばさんの種類が違うからってこと？あ、でも髪の型は結構あるっぽいね。え、どれでいこう？引退やからな、でもな。ちょっと衣装変えれる？あー、キュートガーリーってこういうことなんかな。ちょっとどれもちょっとあれですけどなんか違う人になっていく感じがするな。じゃあこのこれでセーブ。引退か。なんかこのやっぱこのスタイリストの人に似てくるんかな。今現在進行してる何かはあったかな、企画は。あ、これか、アイドルアワード。え、すごいやん。すごいとこに呼ばれてるやん。天海祐子やって。なんか喋ってるな。安住さん、家族じゃなくて視聴者のためのお仕事ですよ。じゃあ僕の家族は、あ、なんやこれ。グループに送られます。やはり質より量ですからねって。おめでとうございます。373&1。誰よりも多く宣伝活動を行ったグループに送られます。バンピング、ビボップ、バンギャーズ。絵もないんですか？グラビアアイドルのことを考えていたなら、そうですね、グラビアクイーン賞373&1のミズル。もうちょっと字しか出えへんのか。ここだけなんかあれやな、シンプルシリーズみたいな。顔だけでも出してほしかったな。ファッションスター賞、え、こんなでも賞の中で新人アイドル賞取ってんの？最優秀タレント賞が、クリムシンシオンクラバークローバーの姫野さんで、バンピングボッマンとかの矢崎真夏さんが、あれ、最優秀新人アイドル賞、あれ、姉さんは？いや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 、うちの主力ですよ。お、これ誰も選ばれへんのか、じゃあ。おー、なんか、粘り腰。どっか入り込め、粘り腰。え、粘り腰の、
タイロはなんか受賞してないんですか。お、最優秀プロダクション賞に造形娘、わわーってなってる。え、代表として賞を受けるのがあなたなの。販売マネージャー担当の八重樫郁美さんにも感謝します。いや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 、刺さねえよ。誰やねん最後挨拶。日野原さん。どうした、どうかしたのか。お、母から電話があったんです。私が造形娘のマネージャーをしていることは伝えていましたから、昨日のアワードを見て驚いてたらしくて。まん、ピーチで私の名前を出したとき、椅子から転げ落ちたと言ってました。すごいね。名前を出すべきやな。阪神園芸の皆さんっていう、最近の野球選手はあんま好きじゃないんですけど、阪神の選手はね。やっぱ言った方がいいんや。これ、この会社どうなんやろな。まだね、だからこの、あ、いける。少しずつ年を取ります。発表しよう。出演者は、笹姉と、中川さんと粘り腰。もうあと1ヶ月ちょっとぐらいしかないけど。行こう、これ。少しずつ年を取ります。やばない？ 11 万人？わ、伸びない。ゲームの知識が浅かった、みんな。いや、でも結構、今までの中では、え、利益やばい、利益やばい、利益やばい。毎週60万減っていく。え、やめた方がええんちゃう？もう。毎週60万減っていくの？この番組やると。てこ入れどころではないかもしれない。他の、テレビって6つ。あ、やばい、これ何？誰か聞いてますか？星4になってる。すごいやん。え、これどうしたらいいの？やめた方がいいんかな？とりあえずみんな一旦スパ。もう、みんなをスパに行かせるだけの人ですよ、僕の仕事。マジか。マネージャーもう一人雇いたかったけど、スタイリストいるかな？一旦クビにするか。ガーリー解雇、スキャンダルの責任を負わせる必要があります。やって、すごい。そんなこともできるの？解雇料払う、支払うか、スキャンダルの責任。スタイリストなのに。ということでね、やりだしたら止まらないです。このゲームすごく面白いので、またね、ちょこちょことライブ配信なり。だちょっと操作しづらい。全部画面の端にあるんで、そんなことはいいね。このゲームは神ゲーですね。久しぶりに。ということで、笹姉が引退したと。いや、まだいてますけど、これいなくなった時に、もうめちゃくちゃ傾くと思うんですね。そこを一山越えれるかどうかっていうのがポイントになってくるかなと。頑張ってやっていきたいなと思います。でも、あなたたちはやっぱほら、転生するから、それはちょっと期待したいなと。ではでは、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様では、たくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。